こんにちは、先生です。今回はレイブログの第1弾ハイプビーツのプロデューサーとして呼んでいただいてありがとうございます。たくさんの応募の中から2人最後に選んで、2人に1分じゃなくて選んだビートでフルソングを作ってもらおうつって送ってもらいました。鈴宮くんと一星くんを選びました。Yeah, for real, it's a demo all I bought. For real, for real, I still low and never get it. じゃあ弾いてみます。まず鈴宮くん弾いてみます。じゃあ次は一星くんの弾いてみます。勝者は一星。ありがとうございます。選んだ理由は、一星くんの方が弾き取りやすいし、フックとバースとかなんか曲として成り立ってたとこで僕は選びました。選ばれなかった人らもハイプビーツきっかけになんか曲作りとか興味を持ってやってくれたら僕の任務は完了したと思ってます。以上、おめでとうございます。一星さん、先生でした。What's good, it's your boy, Ray. 今回はね、ハイプビーツの続編ということで、今回当選した一星宇野フィフスの O3 パフォーマンスの撮影に密着したいと思いますということでね、まあ、ついに選ばれました。 O3 パフォーマンスって今一番来てるそのヒップホップのプラットフォームのチャンネルに俺らが今密着したいと思いますということで、皆さんぜひ最後まで見てください。 Let's get into it, man. さあ今回さ、はい、俺らがさ一応審査も一応して、うん、まあ結局選んだ先生なんだけど、うん、この一星の音源を聞いてどう思った？一星くんのやつ、まあ、あのオーディションの中で俺一番撮りたいなって思ったし、うん、あとその、まあ、一星くんの、まあ、もう出てる音源とかをちょっとディグってみて、めちゃめちゃ、うん、まあ、最前線系っていうかさ、すごいなんかまあ、キャッチー、めちゃくちゃキャッチーだし、そうだね、まあ、ちょっとこれからどうする撮影してどんな感じになるのかめっちゃ楽しみ。本当になんか俺も光るものがあるなと思って、うん、まあ、特にその一星と鈴宮もそうなんだけど、だこれからね、日本のラップ業界に新たなね風をね、はい、なんていうの、新たな風を、日本語ができないの、新たな風をなんだ、旋風をね巻き起こしてくれるかもしれないんでね、みんなぜひ要チェックしてくださいということで、今回は協力してくれたね O3 もぜひみんなチャンネル登録してサポートしてください。お願いします。今回のハイプビーツでオーディション通過しました、一星宇野フィフスです。お願いしま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 す。普段さ、一星はさ何してるの？普段はどこ住んでるの？シカゴに住んでる。うん、で今東京に帰ってきてるから、もうだから制作ばっかしてるんだやっぱり。そう、日本とそのシカゴの違いどう？俺5回ぐらい行ったんだけど、シカゴ、うん、遊びに来てよ。マジで、うん、ぜひ。シカゴと日本の違い？うん、環境的に。環境的に、うん、もう東京に来た瞬間に安心感みたいな。まあけどなんか逆だわ。そう、けどさ、うん、なんかメディアとか、うん、みんなこうシカゴめっちゃ危ないところみたいなさ感じに出すじゃん。場所よね、やっぱり。全然ね、うん、そんなことない。お前らシカゴ行ったらやられるからとかたまにコメント見たけど、いや、シカゴめちゃめちゃ安全だからと。俺は逆なんよね。なんかアメリカに住んでた時にやっぱり誰も知らないわけじゃん、アメリカだと俺のこと、うん、誰かにめっちゃ見られることもないじゃん。俺ミックスやし、それはあるかも。そうそう、俺ミックスだからめっちゃ目立つっていうのはあるし、知名度も最近やばいから、うん、そう、ちょっと取られちゃうし、たまにね。それ怖いよね。怖い。東京はでもその殺される心配とかないし、ない。俺が住んでたオクラホマってその白人 KKK とかが拠点にしてた州で、やっぱりその黒人としてさ、心配な部分があったわけよ。シカゴでさ、なんかアジアンヘイトとかある？アジアンヘイトは俺には直接ないなかったけど、全く、うん、あったよね、普通。あったんだ。だから普通に街中歩いてたら
さ、なんか言われる。はい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 。 Stop Asian hate, bro。 そうだね。さ、確実にもう平和が一番だからね。まあ、ということでね、俺ら恒例のねファッションチェック今日したいんですけども、じゃあまず上から行っちゃおうか。上から行こうか。これどこのやつだ。プライドビーン。プラダだよね。プラダ。プラダ。これさ、どう いくらぐらいですか。いくらぐらい。5-6万か。まあ6万よ。ビーニーで6万ってさ。Stop playing. Stop playing. Stop playing. ビーニーで6万ってやばいでしょ。で、次スキーマスクは。最初はナイキのやつ。あ、ナイキのやつ。そう。ストックエックスで買って。うん。あ、シャラツマイスポンサー。ストックエックス。ストックエックス。Yes, sir。まあ、60ドルだから、うん、7000円くらい。60ドル、今9000円だ。そうだ。まあでも9000円、1万ぐらいだ。日本の経済を救ってくれる。そうだ。あとは、MCM バッグ。MCM。あ、かわいいね、これ。そう。いいでしょ。これは、うん、あの、この間、Black Friday やったでしょ。あったあったあった。それで、半額で買った。あ、いいね。ちゃんと半額でね。ちゃんとね。そこはね。でもちょっと見えたんだけどさ、歯ってさ、それどう、施術どこでやってんの。ね、表参道のところで、知り合いがやってくれてる。いくらぐらいするんですか。これは、あ、言っていいのか。プライスです。プライスです。これ内緒ね。内緒。知り合い価格ってもいろいろあるから内緒。内緒。内緒だよ。内緒だよ。で、これいくらしたっけ。これは半額でだけじゃなかった。半額で、うん、200。200。じゃあもともと400ドルだったんだ。200、300ぐらい。半額で300ドル。結構すんのやっぱり。いいね、いいね。けど俺日本でさ、アメリカでラッパーとかさ、こう MCM ってさ、かっこいいじゃん。けど、その感じでいつもさ、買って日本に帰ってきたの、去年。あ、そしたら、うわ、MCM、そうだね、ギャルギャルと、あの、新宿の、なんだっけ、ホストホストのランドセル。まあ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 、Bro。Fuck this shit, bro. いやでも、まあ、しょうがない。誰が着るかで結構そのイメージがついちゃうからね。そう。だから本当にブランドってさ、かっこいいやつがずっと着れば、あ、このブランドかっこいいじゃんってなるじゃん。一斉がつけてればかっこよくなるんだよ。Hey, shout out to MCM. MCM. Sponsor me, bro. 次、このね。Moncleasy. あ、これモンクレアね。お、いいね。Moncleasy ジャケット。これもやばいんじゃん。これは、2くらい。やばっ。30か。今だって1ドル150だもん。いや、30は、あ、そんぐらいか。うん、1ドル150だから、単純計算で30じゃん。Stop playing. Stop playing. Stop playing. 30やばくね。あと、これね。BB belt。BB。これめっちゃ綺麗やん。買ったばっか。いや、去年ぐらいに買ったの。めっちゃ綺麗やね。ちょっとこれを俺一番紹介したい。うん、BB はあのプライスですね。あ、これは、うん、プライスです。プライスですね。This one, bro. これは NMP。NMP、Nomus Pride。Shout out to my boy, わたるくん、bro。わたるくんね。わたる、もう熱いな、やっぱり。いや、もう Nomus Pride ね、もう世界に行っちゃうから。No. 世界で。結構最近さ、海外のアーティストとかもさ、ちょこちょこ来てるよね。来てる。うん、じゃあ靴行きましょうか。靴は Rick Owens。 Ricks、いいな。 Dark Shadow。 これはあの履き潰しても、うん、ずっとかっこいいのが好き。はい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 、確かに、like、だから汚くても逆にさ、たっけえものをさ汚く履くっていうのが逆にかっこいいなと思う。かっこいいよね。そう、だから Air Force One はもう汚くなったら終わりじゃん。確かに。けど大丈夫。でも大丈夫。でも大丈夫。でも大丈夫。今回さ、そのハイプビーツでさ、まあ通ったわけじゃん。うん、先生に気に入られて。心境はどう？心境はどうって一番難しい質問。え、嬉しいよ、すごい。曲をその TikTok とかに上げるときに、
ヤン先生とのビートやりたかったから、うん、僕これチャンスじゃんと思ってその日にレコーディングしたよね。おお。すぐしてとりあえずめっちゃ嬉しい。とりあえずね、なんかみんなシステムを理解してほしくてさ、結局いろんな才能があってさ、うん、でもみんなそのポストしないじゃん。あんまりそうそう、だから今回は TikTok に上げてくださいって言ったのはやっぱり自分を まず出すところから始めてほしいと思って今回やったんだけど、うん、だ今回このきっかけにね、まあ、一世が選ばれたけど、まあ、一世だけじゃなくて、あ、こうやって TikTok に出せるんだ、俺こういう勇気あるんだ、じゃあこれからも継続してやろう、アーティストになろうって人がいればいいなと思って今回企画やったんだけど。そうだと思う。だって俺音楽始める前までめっちゃシャイだった、うん、けど音楽始めて曲出してステージ上上がった瞬間に、うん、もう世界が開けちゃって、マジで、だからもうどんどん自分を出した方がいい。そう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 、とりあえずね、なんか打席に立たないとね、まず打てないから、とりあえず打席に立そうぜって話なんだよね。 O3 だよ、 O3 今一番熱いチャンネルだからね、それもいきなりも出ちゃうっていう。オーティー、オーティーね、オーティーね。まあ、ということでね、Let's get into it。いい感じやね。だからもうオーセリパフォーマンスはもう遊びじゃないってこと。それだけが今日言いたい。全く同じ角度で次こっち側立つみたいな。 OK、 それでいきましょう。なんでそんなこんまあということでね、今回 O3 パフォーマンスの裏側に密着しましたと。で今回この撮影したねミュージックビデオが、まあ、いつになるかまだ言えないんですけども、ドロップされるのでぜひ O3 パフォーマンスをチャンネル登録してね、いつでも準備できるようにしておいてください。お願いします。ということでね、Peace out。